はい、どうも、皆さん、こんにちは。ただいま、ホテルから動画の方を撮っております。クラガチンのーケース、キクのーケース、ケッケッ、ポンという、これ、ただいまですね、クラガの世界選手権、ファイナルですね、行われておりまして、で、そしてね、日本クラのアフィリアン e スポーツが、なんと1回戦、パーフェクト、もう全部全開、もう5人対戦なんですけれども、全部全開で完全勝利したっていうね、もう奇跡的、もう大ニュース、奇跡的じゃない、もう大ニュースが起こりましたんでね、今回はそちらの、模様で、ね、お送りしていこうと思います。昨日の12月3日間、に行われまして、今日もですね、4日と5日にですね、クラガー世界選手権行われまして、で、日本クランカーはね、アフェリアン e スポーツと、そしてクイーンウォーカーズが出場しておりまして、で、2クランともね、1回戦勝ち上がりました。もう激アツなんでね、昼間の2時か14時から、まあ、夕方6時ぐらいまで、クラガーの日本公式チャンネルの方で生放送されておりまして、私、ケイスケも実況しておりますんで、ぜひぜひね、お休みで、お暇な方で、ぜひぜひ応援の方してください。ということで、早速ね、見ていきましょう。まずは、ファーストアタックの、キャラクタさんですね。いや、これね、もうね、本当に嬉しかった。もう一発目の全開なんですけどもね、ここやっぱり取れてるだけで、取れるか取れないかだけで、士気に大いに関わるんで、もうここ一本目、取れたっていうだけで、もうだいぶアフィリアン e スポーツ的にも、活気がついたんじゃないかなっていう場面になっております。編成がね、ドラゴンライダー、編成なんですけれどもね、これもね、ちょっと結構ギリギリでもう激アツでしたね。日本公式チャンネルの方で、ジョーカーさんとかボンさんとかが実況解説やってたんですけど、うわーってもう叫びましたね。さあ、見ていきましょう。編成、まずは4時5時方面からドラゴンたちを出していきつつの、で、そしてドラゴンたちにヒーロー余していって、撃っていってあげてドラゴンたちを A 名と。で、7時からね、ロイヤルチャンピオンの方を出していって、これ確かインビジブルの呪文が余ったのかな、なんか余ったっぽかったので、このインビジブルの呪文とかロイヤルチャンピオンに落としていけば前回までいけるよねっていう感じで、さあ、ドラゴンにもインビジブルの呪文落としていきまして、こっからね、ロイヤルチャンピオンの活躍がね、本当にすごかったですね。アチャックイとかと一緒に、合流してるんですか、ロイヤルチャンピオンが。で、ここからロイヤルチャンピオン。さあ、最後、対空砲が一本残ってます。この対空砲を壊したりとか、あと、インビジブルの呪文。ロイちゃんに撃っていきたい、撃ちたいっていう場面ですが、なかなか撃っていかずに、ホーミングシールドを発動してって。最終区間の対空砲をうまいこと落としてって、ドラゴンたちも生き残ってっての、前回で、といった感じになりました。これ、インビジブルの呪文なんで撃たなかったんだって、みんなね、実況で、してましたね。あれなんでインビジブルの呪文気づいてなかったのかなって、思ったんですが、最後、どやって言ってガラクタさん、ガッツポーズで、前回ですね。いや、この日ほんとすごくて、1回戦目、前回王者の ATN アタックス VS トライブゲーミングの戦いでもトライブゲーミングが、パーフェクト、取って、で、かつ、これ第3試合かな、第3試合でもアフェリアン e スポーツがパーフェクトを取ったっていうので、もう非常にレベルが高くて、もうめちゃくちゃ盛り上がってました。で、続いて、しおさんですね。しおさんはもともと、クラちゃんでね、自分もね、一緒に、対戦とか、一緒にやってた方なんですけど、若いっすね。もうね、なんか、感慨深いものがありますよね。で、編成は、まあ、ドラゴンライダー、ドラゴンライダーと、インフィードドラゴンを混ぜたような、編成になってるんですけど、これは確か結構余裕のある、全開になったかな。さあ、まずは初手でエターナルトーム落としていって、ここ突撃艦ですね。これ、トルネートラップあるかどうかってみんなで、ね、実況してたんですが、なんと見事になくてですね、レイジをかけて、行ってあげての、ターンホールをケアしてって、取っていくと。で、そしてここはインフェルノドラゴンかなりの数残ってて、正直ね、アフィリアン e スポーツってラストチャンス予選で、勝ち上がったんですよ。で、下馬評とかを覆してって、もう、ファイナル進出を決めたっていうクランなんで、もうダークホース的な存在なんですよね。で、データも全然ないからか、やっぱり誰がどの戦術得意なのかよく分かってないのか、なんか対策されてないからなのか分かんないんですけど、もう見事にもうみんなね、気持ちよく全開バンバン取ってって、さあ、こっからまだ呪文、フリーズもスケートの呪文もあります。スケートもフリーズもあって、あるんで、これはもう止まらねえよなっていう感じでね、進行してて前回、インフィードラゴンもうだいぶ生き残ってますね。本当にぶっ刺さった。もう配置に合わせて、あ、この編成が刺さるなってもう見切って、で、で、前回取っていったっていうことなんで、一応言ってきますが、クラクラ世界選手権のルールって、一人一回攻めなんですよ。一人一回攻めで、タウンホール14。もう難易度高いですよね。そういうのを初見攻めをしなきゃいけない。かつ、プロの配置、世界選手権に出てるような、プロの配置を全開していかなきゃいけないっていう、ことなんで、はい、こんな形で海外のプロ選手の配置を
ボコボコにして全開ですね。いや、もう本当に、スタジオも沸いてたし、楽屋とかでも、スタッフとかね、もうみんな応援団とかの人も見てて、もうめちゃくちゃわーって歓声、湧きましたね。コメント欄もすごかったです。さあ、続いてのアタック、見ていきましょう。続いては翔也さんですね。翔也さんもね、クラクラチャンネルで、一緒にね、やってて、で、無課金プレイヤーだったんですけど、プロ契約。結びまして、そっからね、さすがに課金しないとまずいなっていうのでね、課金、したんですけれどもね、なんとなんともうね、賞金出るんですけども、クラカの世界選手権。もう元は取れたって言ってましたね。クラカの世界選手権の賞金で。元は取れてますってもう言ってるんでね、プラマイゼロ。結局ね、まあ、そうですね、実質無課金ですね。課金してても、賞金とかで元は取れたっていうんで、実質無課金です。はい。さあ、平成クイヒードラゴンライダーなんですけど、このね、やっぱね、クイヒールートで、視野がやっぱりひどいなって思いましたね。さあ、ここから、バーバリアンキング、スタートさせていって3時方向。で、キングでイーグルホーク加工入れてってあげて、で、1時かな。水投体ホーク加工に関してはロイヤルチャンピオンで取っていくっていう感じになっていきます。今出ましたね、ロイヤルチャンピオン。で、かつ、こっからね、ドラゴンライダーとかも出していくんですけど、ドラゴンライダーを進行させつつ、クイヒーも見ていかなきゃいけないし、なせちゃいけないっていうことなので、視野も広くなきゃいけないし、タップスピードも速くなきゃいけないっていう、そういう、感じですね。さあ来ましたね、ドラゴンライダーパート。スタートさせていきました。で、かつこれもね、クイヒーですね。クイーも見なきゃいけない。忙しいですね。忙しい。で、今、ロイヤルチャンピオン、真ん中のロイヤルチャンピオンに、インビジブの呪文を落としたの見えましたかね。で、上にのアチャクイには、レイジをかけていってあげてっていうので、視野がとにかく広いですね。で、かつ、下のウォーテンは、エターナルトーム。もう、ちゃんと、全画面、ちゃんと見て、どのユニットが今危ないのかとか、どの呪文が最適なのかっていうのを、もう瞬時に判断して落としている。呪文打っている。これがマジで上手かったっすね、このクイヒ。ドラゴンライダー。で、かつ、クイーンが、タウンホールのポイズンに入らないようなクイヒーのルート取りもしてるんですよね。これね、入ってるか入ってないかだけで、ね、大きく変わるぞ。なので、こっからクイーンがちゃんと上の方向施設を壊してってくれてる。はい、ガッツポーズ。あ、これ忍者ポーズやってますね。アビリアン e スポーツ、もともと忍者っていう名前で、世界の大会とか出てて、で、そこでね、アフェリアン e スポーツから声がかかって、アフェリアン e スポーツっていう名前になったんですよ。なので、もともと忍者っていう名前でやってたんで、忍者のポーズをするっていうね。お決まり、忍者ダンスをね、やっていきました。いや、翔也さんお見事ですね。で、続いて、チョコさんもですね、クラちゃんですね。アフェリアンは結構、クラちゃんのメンバー、多いんですよね。で、編成が、すごいですよ。これ真似できないですよ。ラバルドラゴンライダーっていう、初めて見ました。これ実況解説もやってたジョーカーさんも、ザキツプニキも、何この編成初めて見たんだけど、みたいな。この後出てくるカズマさんっていうのが、アフィリアン e スポーツの、エースでして、で、カズマさんとか変な攻めやるんですけど、カズマさんの前に、チョコさんが変な攻めをやってきたっていうので、で、かつこれ、真似できないし、真似しようとも思わない。めちゃくちゃとにかく上手いです。さあ、まずはキングで投石企画で、まあ、相手のクイーン見てて、で、ここね、ユニコーンだけなんですよね、クイーンについての、5時方向。ユニコーンだけで、で、テスラもできちゃうんで、インビジブル打っていってあげて、もうこのクイーンだけでタウンホールを狙ってくるっていう感じなんで、もうこの2マスのタウンホール前の隙間とかめちゃくちゃ怖いじゃないですか。テスラ固めとか出てきたらもう一発で積むような、そんな空白があるんですけど、そこをね、この弾力ですよね。ちゃんと読み切ったんですかね、テスラの位置とか。ちゃんとこっからクイーンで届くんですよ。タウンホール落とせるんですよ。ここもまず、この勇気がまずすごいっていうのと、で、あとはですね、真ん中の方にドラゴンライダーを出してて、で、外周の防衛施設にラバルを出すっていう、ちょっとね、意味がわからないんですよね、ここ。はい。普通はね、どっちかなんですよ。ドラゴンライダーかラバルかなんですけど、どっちも入れちゃうっていう、わけわかんないことやってて、はい、真ん中にドラゴンライダーとウォーデンを入れつつのストライクを投げていって、からのレイジトームでしっかりとロイヤルチャンピオンを処理しつつの真ん中の、インフェノタワーですね。ここ、結構ね、世界大会の配置とかだと真ん中にマルチインフェがあって、そこにね、トラップを固めるっていう配置がね、今めちゃくちゃ流行ってて、もう定石ぐらいになってて、それをいかに攻略するかっていうのをドラゴンライダーを選択しつつ、で、かつ外周の防衛室たちはラバルのルートですね、できてて、これで、ね、このロックボマーも上手いですよ。投石機のターゲ取ってんですよね。ロックボマーやっぱり HP そこそこあるんで、ターゲを取ってあげてって、で、あれよ、あれよと全開で、はい、もう。余裕のグッドサイン。で、
全開っすよ。いや、発想力がすごいっすね。年齢聞いたらね、21歳とかだったんですよね。みんなはね、みんな若かった。アベリアン e スポーツのみんな。みんな年齢若くて、年齢が若いからこその、この判断力とか、視野の広さとか、ね、発想の天才さとか、っていうのもあるんでしょうね。もう世界選手権で全開取れるっていうだけでもうめちゃくちゃ嬉しいんで、忍者ポーズで。はい、全開で。いや、これは笑ってしまいましたね。これ、ね、試合終わった後、MC たちが良かった全開取り上げるんですけど、もうこれをもう取り上げてましたね。さあ来ました、カズマ選手の。カズマ選手のアタック見ていきたいんですけど、これめちゃくちゃ激アツでした。残り時間、見ていきましょうか。残り時間3分、ん?いや、3分ぐらいか。あ、まあ、いいや。始めていきましたよね。で、こっからさ、本来突撃艦のスパビスカで、ここのイーグル区画降る予定だったんですけど、ここに読んでたんですかね、巨大爆弾がセットしてあって、スパビスが消えるんぞ。もうこれで、あ、やばい、事故ってる。事故る、どうする?このイーグル砲だけはなんとかしたい。けど今、大工さんが回復しているっていう状況でした。もうこれやばいっすよね。自分、こうなった時点で、どうしようって頭ぼーっとしたんですけど、こっからのリカバリー力がとにかくすごい。カズマさんもね、レジェンド回してて、星さんとかクラーさんか、ローカル上位占めてる、クイーンウォーカーズのトロアゲゼンの、の次に、カズマさんね、アカウント、こう、なんだろ、ロカラン入り、トップ10入りさせたりする、リカバリー力ですね。レジェンドでもリカバリー力磨かれておりまして、で、バルーンです。少ないバルーンで、HP ミリだったイーグル砲を追っていってからの、キングクイーンで、まあ、タンホール価格を削っていくっていう、ルート取りですね。で、こっから、さあ、クイーン、タンホールを落としていきます。落としてって、からの、ドラゴンパートスタートさせていくんですけど、さあここから結構だいぶちょっと時間使っちゃいましたかね。あ、でも まだ1分40何秒もあんのか。で、ここからさ、ドラゴンパートスタートさせていきました。初手くじかされましたが、こっからどうなる、頼む、進行してくれってなってます。で、トランホール奥のシングルインフィアタワーとかも残っちゃってさ、どうだこれと。ただね、ここでね、突撃艦スパイビズが事故って、良かった面もありまして、逆に事故って良かった面があって、突撃艦スパイビズに本来使うはずだったインビジブル、温存できてるんですよ。この温存したインビジブルを的確に落としてって、で、防衛士たちを削っていくっていうリカバリーに入っていきます。もうアドリブ力がほんととにかくすごかった。で、はい、来ました。防衛援軍、ラバーハンド出てきてしまいました。やばい、これは積んだと。そしたら、インビジブル、打って、でロイヤルチャンピオンを隠します。で、ラバーハンドですね、ロイチャにターゲット取らなくなったんで、他のユニットアーチャーとかでラバーハンド今上の方向に引っ張ってるんですかね、なんか陸ユニットで引っ張って、その間にロイヤルチャンピオンで施設たちを壊していく。で、さあ来ました、はい、ラバーハンドがまた戻ってくるんですよ。戻ってくるんだけど、もう一回インビジブルで隠してあげて、投石機でをロイヤルチャンピオンで壊す。さあこっからロイヤルチャンピオンが捕まってしまった。残り時間ももう30秒切ってしまった。ここで捕まってるわけにはいかない。どうなる、どうなると。なっていって、ここでポイズンでラバーハンド弾けさせてパピーを処理してって、さあ、こっからもう残り時間15秒です。15秒なんですけども、ギリギリロイヤルチャンピオン水とキングに捕まってしまうか、ドラゴンとボーデンがキングに向かってしまう。何がやってるんだって感じなんですが、ここでロイヤルチャンピオンがギリギリ銀山壊した前回。はい、なのでね、カラカラ世界選手権ファイナル2日目もありますね。みんなで応援しましょう。